おはようございます。7月24日朝5時17分の相場解説です。今日はしっかり声が聞こえるんじゃないかと思いますけどもね、いつもと逆でですね、今日は1時間4時間デイリーというふうに見ていこうかと思います。よろしくお願いします。まずはですね、この上と下の2本のゾーンに挟まれたレンジですよね。きっちりとこのレンジが守られていると思います。早めにこのレンジに気づけてよかったなと思うんですけども、このレンジが引けてなければなかなかね、エントリーのポイントとか利確損切りのポイントってのつかめないと思います。まあ例えばここにぶつかって、まあぶつかってないですけども、下方に転じるときっていうのは思い切って売りの方でエントリーできますし、止まるところが大体分かってますので、テイクプロフィットラインも測れます。でそしてダブルボトム、トリプルボトムからこの上昇も見えていけるので、ここも取れますよね。で昨日の夜から深夜にかけてちょっとまあ横ばいみたいな感じになったんですけども、私がね目覚めるまでの間にドカーンと下がっていたということ、これは私見れなかったですしエントリーには関わってないんですけども、ただもう一回確認できるのが同じところで反転してるってことなんですよね。はい、1時間よく動きが見て取れますよね。じゃあ4時間の方を移ってみます。4時間でも動きが見えやすいです。私たちが今見ているのはこの円なんですけどもね、この上と下のゾーンでやり取りされてるでしょ。こういうふうにね、飛び出してもすぐ戻ってくると。で昨日は横ばいがあったんだけども、やっぱりここのところまで落ちてきたということで、このレンジオプションは守られております。まあ、ですので今日もし入るんでしたら買いの方で取っていけるかなと思いますよね。まあでもどこまでねこのレンジが続くのかっていうのは分かりませんので、もしかしたら昨日で終わりだったかもしれないなと思います。その分だけやっぱりねロスカット正確に引かなければなりません。で次です、デイリー。はい、あれ違うな、デイリーはどこ行った、これか。デイリーを見ると前々からお話したように横ばいというよりもちょっとずつ緩やかに下の方に下がっていますよね。横ばいのような下に下がっているような感じです。移動平均線も横に集まっているというよりもこういうふうにね緩やかに下の方に行ってるなっていうのが見て取れます。はい、これですよ。ということで、大きな流れは売りの方に行ってるんですけども、今のところレンジを守っていけてるかなと。ですのでブレイクして伸びるとしたら下の方ではないかなと思うんですよ。それだけをちょっと頭に入れながらね、今日もレンジ戦略を取るのはいいんじゃないかなと思います。さあ、では今日は24日金曜日ですね、燃えるゴミの日なんでちょっと出してきます。それでは行ってらっしゃい。